ちゃん。さすがは A クラス。ええ、そして吉井くんはやっぱり。なんだって。でも桐島さんにも。それはもちろん B? ビーフ。そう、ビーフよ。牧場の霜降り。意外なもんか。とにかく私は行くか。それがいいし、ユージ、そのようなまめじ。そして向こう。まじゃ、こっちに来る。ぶっちゃ、おかしく。さすがに、そこに、そら、よそう、そう、という。まず、別なものはいいが、こっちよ。で、あっちしてんよ。うごわーって、さっきから言ってないけど。もうすぐ手に入る。夢にまで見たそのない。妄想中につき、しばらくお待ちください。って、ほうけてる場合じゃないわ。早く学園長室に。失礼します。何のことだい。商品ならついさっき渡し。え、私、今ここに来た。こっちとらまだボケちゃいない。そんな、何かの間違いです。おかしいね。間違いなくあんただった。うん？そういえば華奢？ああ、特に腰回りなんかはあんたよりもう少し。秀吉ね。なんだい、急に大きな声。学園長、さっきの私は。ふう、なんとかうまくいったようじゃな。確か秋久の話ではビーフ、それも霜降り和牛という話じゃが。なんじゃこれは。いつも姉上が読んでおるような本で。秀吉！ああ姉上！背後から来るわ！自業自得よ。人のものを、それも私のものを取るなんて言語道断。じゃが、元はといえば姉上の暴言が。だから暴言でなく事実。じ、あ、姉上落ち着くのじゃ。なぜ両手両足を。こんな。秀吉、どう？計画はうまく。って思いっきりバレてる。作戦すまぬ、みな。学園長から商品を受け取るところまではうまくいった。なるほど、あんたたちの入れ知恵というわけ。ユージ、どうする。どうするも何も、バレちまった以上。そんな、極上の霜降りだよ。簡単には諦めきれない。みな、そのことなのじゃが。ちょっと待って、一体何の話。その袋の中身の話。ビーフ、それも極上の霜降り和牛を学園長からもらったということは調べがついている。え？あ、計画が失敗に終わった今、さすがにもう食べるのは無理だということは分かってる。アギサ、それでいいの？あ、いや、その、ダメよ。これは絶対に見せられない。ケチ！食べたいって言ってるわけじゃないのに、見せてくれたっていいじゃないか。とにかくダメなの。人数、よし、みんなで決める。あ、ほらしい。それに、そもそもあれは、そ、細かい話は後にして。やめてってば。もう、どうしてこうなっちゃうのよ。私が使用可能になった。